ダニエル・ハルケ・ゴンサレスは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ出身の元サッカー選手。安定感のある堅実な守備が持ち味であり、フリーキックも得意としていた。バルセロナに生まれ、RCD s パニオールの下部組織で育った。2002年10月20日のレクレアティーボ・ウェルバ戦で、デビューし、2002から03シーズンと2003から04シーズンには合わせて15試合に出場した。 徐々に出場機会を増やし、2004から05シーズンには、初得点を決めた。2005から06シーズンは34試合に出場し、このシーズンには、コッパデルレイで優勝した。2006から07シーズンには、契約を2009年まで延長した。同シーズンの UEFA カップでは、決勝トーナメント1回戦の AS リボルノカルチョ戦。 ファーストレグでポストを直撃する惜しいヘディングシュートを放った。準々決勝のベンフィカ戦ファーストレグではシモンサブローサのシュートが足に当たってゴールに吸い込まれる不運な失点があった。準決勝ではベルダーブレーメンのミロスラフクローゼを完璧に抑えるなどマルクトレホンとともに守備のようとして決勝進出に貢献した。決勝では 同じスペインのセビージャ FC に敗れた。同シーズンにはリーグ戦で4得点を記録した。2008から09シーズンはフィールドプレイヤーとしてチーム2位の36試合に出場した。先発出場36は最多だった。2009年7月、ラウル・タムードの公認のキャプテンに就任したが、口述する彼の死去により、イバンデ・ラペーニャが 後継のキャプテンに就任した。2009年8月8日、遠征先のイタリアのフィレンツェのホテルにいて、急性心筋梗塞により死亡しているハルケが見つかった。恋人と電話をしていたところ急に話が途切れ、それを不審に思った恋人が、クラブ関係者に連絡し、発見に至った。チームの中心選手であったハルケの死が、チームやサポーターに与えた衝撃は、 計り知れないものがあり、不法を聞いた多くのファンやサポーターが、ホームスタジアムに詰めかけ、彼の死を惜しんだ。彼の死後、RCD エスパニオールの本拠地であるエスタディ、コルネリアエルプラットで行われる試合では、春家が生前につけていた背番号21にちなみ、試合開始から21分に、サポーターによる彼を追悼するための拍手が湧き起こる。 コルネリア・エル・プラットの21番ゲートは、プエルタダに、ハルケと呼ばれるようになり、2012年1月にはこのゲートにハルケの彫像が設置されると発表された。2010フィ f ファワールドカップ決勝のスペイン対オランダ戦で延長後半に決勝ゴールを決めたスペインのアンドレス・イニエスタは、得点後にユニフォームを脱いで、アンダーシャツに書か,かれた。 ダニジャークシエンプレコンノソートロスという手書きのメッセージを晒した。なお、試合中にユニフォームを脱ぐ行為は警告対象であり、イニエスタ自身はイエローカードを出され素直に従っている。ありがとうございます。